こんにちは、フィフィです。自民党にとんでもない政治と金の問題が発覚して揺れています。派閥のパーティー問題について、12月13日、臨時国会閉会後、東京地検特捜部が本格的に捜査に動くとみられます。これ、政権支持率に大きく影響するでしょう。これ当初は自民党の5つの派閥が政治資金パーティーの収入について4000万円分政治資金収支報告書に少なく掲載していたことが分かって東京地検特捜部が各派閥の担当者から任意で事情を聞いているという程度でした。でもこれ問題が一気に大きくなっています。政治資金パーティーの収入について議員へのキックバックがあって、これが裏金として議員たちの懐に入っていたというものです。でもこうしたことは今に始まったことではなくて、もう昔からみんなやっていたことなんですね。立憲民主党の枝野さんもかつてはうちの政党でもキックバックはしていたけど、ちゃんとその額を収支報告書に記載していましたなんて言っています。問題は収支報告書に記載していないと、ここを問題視しているんです。ではなぜ今頃になってここに捜査の手が伸びたのかということです。特捜部だってこうしたことが行われていたことを今知ったとは思えません。こんな政治と金のスキャンダルが出てきたらただでさえ政権支持率が落ちているのに岸田政権にもっとダメージを与えることになります。つまりこれは誰かが岸田政権潰しにかかっているのではないかということなんです。そこで考えられるのが2つです。1つは財務省です。そしてもう1つはアメリカです。これ別に陰謀論とかではなくて、ある程度裏付けがあっての話です。まず財務省ですが、岸田総理は財務省を敵に回しました。減税に動いたからです。財務省は何よりもこの減税を嫌います。国民を甘やかすと思っているからです。所得減税に動いた岸田総理は財務省を敵に回してしまったんです。財務省が岸田総理のはしご外しをしたということです。しかも実は今回減税を言い出したのは安倍派なんです。岸田総理に減税に動くよう仕向けたのは安倍派だと財務省は考えているわけです。もともと岸田総理の親戚は財務省出身者が多くて、岸田さんは財務省に近い人間です。岸田さんが減税を言い出したのは、国民からすればもう真っ当なことで評価されることなんですが、財務省としては考えられないことです。しかも突然、財務省の了承を得ずに、岸田さんが財務省に反旗を翻したと思われたんです。減税に動いたことで岸田総理は財務省に目をつけられました。財務省は日本の財政が苦しいから減税なんてありえないと、いつも反発しますが、日本の借金が大きいから財政危機という話は嘘です。日本は膨大な資産を持っています。それを財務省と近い岸田総理だからこそ分かっているから減税に動こうとしているんです。前に財務省出身の方が書いた記事を読んだことがあります。ずいぶん前です。おそらく8年くらい前ですが、日本の借金1000兆円はやっぱり嘘でした。日本に消費増税は必要ないなんてことが書かれていた記事でした。財務省の官僚ならこんなことは分かりきっていることなんですが、それを言うことはタブーなんです。財務省は安定した財源を確保しようとしますからね。ちなみに、安倍晋三元総理も日本は減税に動けると思っていた人の一人だと言います。だいたい100兆円ものコロナ対策をしてまだ日本は余裕がありますからね。いずれにしても先ほど言ったように、実は安倍派からの提言があって、岸田総理が減税に動いたということなんです。それで財務省のはしごを外されました。その分かりやすい一幕があったんですね。岸田総理が所得減税に動くと表明した直後に国会で財務大臣が所得税を還元する財源なんてないなんてことを言い出したことがありました。そんなことを言ってしまえば、岸田総理の言っていることがまるで嘘じゃないか。岸田さんは嘘つきだと、国民に受け取られます。実際かなり岸田総理はバッシングされていました。こうしたことがあって岸田政権の支持率がガクッと落ちたんですね。で、その後すぐにこのパーティー券の話が出てきたんです。岸田政権が落ち目だということが分かって、とどめを刺された形です。特に安倍派がターゲットにされています。これ実は岸田さんが狙われているというよりも、安倍派が狙われていると見て取れるんです。しかも仮に岸田総理が降りて、麻生派から総理大臣が出れば、財務省としてはやりやすい。と、そう思っていることでしょうね。財務省としては減税なんて口走らない総理が出てくれることを願っているはずです。こう見ていると、今回の件は自民党内の派閥争いのようにも見えます。で、この騒動を後押ししているのがマスコミなんです。官僚のマスコミの使い方がうまくて、彼らの思惑通りに世論を誘導しています。こうした動きが岸田おろしにまで発展する可能性もあります。まだ情報は錯綜していますが、安倍派の松野官房長官が交代かという話もあります。あと、安倍派の萩生田政調会長や、同じく安倍派の西村経産大臣の交代もあり得ます。もう岸田政権は持たないと思っている人は多いのではないでしょうか。ただ、冒頭でも言ったように、自民党のこの政治と金の問題がなぜこのタイミングで出てきたのか、その理由は財務省の他にもう一つ、アメリカが裏で暗躍しているのではないかという見方もあるんです。実は今の岸田政権はこれまでの政権に比べて随分と対中戦略に積極的なんですが、それでもまだ自民党の内部、中枢には中国にこびるような議員がうじゃうじゃいます。中国に対する戦略を強化しているアメリカにとっては邪魔な存在なんです。アメリカは内政干渉こそしませんが、美中派議員が政治の中枢から排除されるのを望んでいます。岸田さんが総理になる時もその象徴的な出来事がありました。それが二階おろしでした。中国に寄りすぎていると言われてきた二階氏を幹事長の座から引きずり下ろしたこと、これ大変大きなことだったんです。自民党の変革とも言えたのではないでしょうか。で、実はこの二階おろしにはアメリカからの圧力があったのではないかということなんです。実際にアメリカが日本に圧力をかけたかどうかわかりかねますが、アメリカが名指しして日本の美中派議員を批判したという事実はあるんです。2020年7月の下旬にアメリカの政策研究機関である CSIS がアメリカ国務省の支援で制作した報告書に安倍総理の対中政策を大きく動かす人物としていくつかの議員の名前が書いてありました。そこには自民党の二階幹事長が安倍総理を中国寄りに動くようにこれまで長きにわたって説得してきたとこのように書かれていたんです。これではまずいですよね。つまり、アメリカ側は日本の中国への姿勢を問題視していたということだし、日本の対中政策が自民党内部の美中派議員によって邪魔されていると、そう認識していたということなんです。おそらくこの報告書の内容が大きな原動力となって、二階おろしに動いた可能性があるわけです。アメリカはよく日本の政治家の一人一人の言動を調べていますよね。あと自民党は公明党と連立を組んでいますが、これについてもアメリカからしたら気に入りません。というのも公明党は中国寄りだからです。安倍派の萩生田さんは創価学会の池田大作氏が亡くなって、その直後に出席した会合で、公明党とより一層関係を強化して頑張っていきたいなんてことを言っていましたが、こうした発言がアメリカから目をつけられているわけです。中国は日本にとって脅威だと位置づけたい自民党に対して公明党が強く反発したこともありました。というか CSIS の報告書には公明党が要注意だということも書かれています。だいたい選挙のために公明党との関係を強化しましょうなんて言っている自民党がおかしいんですね。自民党が自分たちの姿勢を正していかない限り、こうして外から圧力がかかるということです。こうしてお話ししてきたように、今回の自民党の政治と金の問題は何も偶然今浮上したわけではありません。このタイミングで問題になっているのには理由があるということなんです。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたか？コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。